中田翔ゲッツー鳥肌立ったわ。ジョギングしてて草。ゲッツーロボ。これはパーフェクトヒューマン。何もかもやる気なさそう。ああ、まあその程度の人やし。当てに行くようなクソスイングするのたち悪いよな。三振しろよ。ほんま一瞬だけやったな。全力疾走してたの。何を狙ってるスイングかもわからない。プロで2割1分6厘打ってるのすごいやん。よくこんなの使おうと思うよな。草生える。ちゃんと走れないならせめて強打できるようなスイングしろ。ゲッツー打つのめっちゃ上手くなってる。ランナーいない時はフルスイングみたいなことするのに、ランナーいる時は絶対当てに行ってゲッツー打つのなんて。ライバルの石川も2軍でそこそこ結果出してるからな。中田も気張ってるんだろう。ノックかよ。これなら中地の方がマシやん。言うて中田より打てそうな若手いないし。嘘みたいだろ。追い込まれてないんだぜ。その辺の公園で試合できそう。中日より弱いヤクルトさん、謎。矢野も補給から投げるまで余裕持ちすぎやな。翔さん舐められてるぜ。もう走れないんか？これもう半分敗退行為だろ。なんでまともに走れんやつスタメンで使ってるんや。代わりに中島とか使ってやれよ。ホームラン確信歩き、ダブルプレイ確信ジョギング。もう足も腰もボロボロやねん。でも翔さんには守備力があるから、痛いのに無理して出るなよ迷惑。中日って便秘は解消したんか？中地2世。守備連かな？ショートゴロ打つためのスイングしとる。福留いなくなってようやくジジイの会終わったと思ったら中田中島とかいう無関係の老人会を始め出して笑うわ。中田中地って立浪の好みがわかりやすすぎる。